どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2024年の ANA のね、ハワイ路線ビジネスクラス行き2席ね、確保することができましたということで、本日はですね、こちらどんな感じでですね、私が取れたのかっていうのをですね、話ね、していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、<laughs> ANA のね、夏休み期間のハワイ路線ってめちゃくちゃ、 競争率高いんですよね本当にね、あの予約開始もう何秒かでですね、全部ね、空席待ちになってしまうぐらいですね、このハワイ路線の ビジネスクラスって非常にハードルが高いんですよね。この9時台にね、参戦しても、まあなかなかね、取ることができないっていう風になりまして、まあ私もね、あの、1週間ほどですね、毎日朝9時にスタンバイしてね、まあ、やった結果、とうとうね、ビジネスクラス2席ですね、行きね、取ることができたっていう風になりますんで、まあ今回ですね、ANA 前でですね、特典航空券国際線ね、発見されたい方でですね、まあハワイも含めてですね、 あの、撮りたいよっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、私はですね、週間ぐらいですね、本当に毎日朝、8時50分ぐらいからスタンバイして、9時きっかりになったらもうポチポチ押して、ハワイのね、行きのビジネスクラスみたいな感じでクリックして、まあその戦線でね、ずっとやってたわけなんですけども、もう全然撮れないんですよね。 本当に全然取れない。毎日ね、敗退した、敗退した、みたいな感じで繰り返してたわけなんですけども、結局ね、私は、えー、っとね、9時きっかりに、えー、ずっと毎日ね、ビジネスクラス空席待ちを入れて、まあ、空席待ちっていうか、まあ、空席待ちになっちゃったっていう感じなんですけども、まあ、空席ありでクリックして、まあ、最終的な画面で、まあ、空席待ちになってましたんで、まあ、結局取れなかったみたいな、まあ、そういった感じになっていたんですよね。 で、これが結局最終的にどうなったかっていうとえ、最後はですね、空席待ちをね、朝9時に入れて、まあ結局まあ空席ありで入れたけど、空席待ちになっちゃった状態で、まあそのままね、放置してたんですよね。まあそれをまた予約変更でね、翌日使えますんで、まあそのままにしてたらですね、それが空席待ちがね、えビジネスクラスねえ、落ちてきたっていう風になりまして、まあこのね、競争戦線で勝ち取ったわけでは正直ないわけなんですけども、まあ運が良かっただけじゃんって思われる方もね、まあいらっしゃると思う ですけどもまあ、これもね、朝9時に。 えっと、空席ッチを入れてなかったらですね。まあ私の方にね、空席が落ちてくるっていうこともなかったと思いますので、まあ実際ね、この方法で取れてる方ね、結構いらっしゃいますので、まあぜひね、ANA のね、特典航空券、ちょっとね、レンサーチャージが高いので、まあ個人的にはね、そんなにおす,すめではないんですけども、今の時期はね。まあでも撮りたい方ね、結構いらっしゃると思いますので、まあ再現性はね、あると思いますので、ぜひね、あの、利用されたいっていう方は、ぜひね、あの、試してみていただければな、なんていうふうに、 思うんですよね。で、まずですね、準備していただくものがね、いくつかありまして、まずね、PC ですね。はい。まあ、できればね、まあ、スマホというもね、できるのかもしれないですけども、早いことにね、越したことはございませんので、まあ、できるだけね、あの、動きの早いね、PCU でね、やっていただいた方がいいかなと思います。で、次に必要なのは、ハワイのダミー予約ですね。これはどういうことかというと、まずですね、 あとで、まあ実際にやるわけなんですけども、ハワイのね、予約をあらかじめ入れておきます。まあ、私と息子であったら、私と息子のね、予約をすでに入れといていただいて、空席待ちで。で、入れ、まあそれはもう日付はどこでもいいので、入れといていただいて、それを予約変更する感じで、利用したい日のね、朝9時に予約変更で利用していただく必要があります。これはね、何が必要なのかというと、ANA のね、 国際線予約されたことある方わかると思うんですけども、誰を登場させるのかっていうのが、 チェックする画面がありますよね。そこを省くことができます。ですので、国際線の特典航空券の役って本当に秒を争う、あの、戦いになりますんで、まあ、できるだけね、ワンクリックで、ね、減らしたいっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ入れといてください。で、次にですね、国内線の乗り継ぎのある方、いますよね。まあ、私みたいに羽田とか成田はね、電車で行ける方はいいんですけども、郊外に住んでる方はそうはいかないと思いますんで、国内線の乗り継ぎのある方はですね、基本的 次に帰りはですねあの空席の関係上ですね捨てていただく必要があるんですよねまあ行きはね あの、なんとか取れると思うんですけども、まあ、帰りはですね、こちらね、捨てていただく必要がありますので、どっかの空港から成田でハワイ行きますよね。で、ハワイから帰ってきて、ここまでを一、まあ、つの特典航空券で、この成田からご自宅の近くの空港に行かれる方は、ここの区間はね、まあ、他の特典航空券で発券していただいたり、ま、特度出てればね、いいですけども、特殊で予約していただいたり、またね、あの、スーパーバリューセールとかでね、購入していただく、まあ、こういった形になります。まあ、ここら辺もね、全部あの、 紹介していくわけなんですけども、まあ、こちらがね必要っていう風になりますで、このね発見自体はですね2回争奪戦があるんですよねまあ行きと帰りということで行きも ビジネスクラスへ行きたい方は、行きもビジネスクラスへ先生がありますよね。で、帰り、もしね、あの、ビジネスクラスへ両方とも利用されたいって方は、帰りのビジネスクラスもね、もちろん、あの、争奪戦があるっていう風になりますんで、争奪戦自体はね、2回あるんですよね。行きと帰りとね。まあ、これもね、覚えておいてください。で、行きの時はですね、今言ったものだけでいいんですけれども、帰り、えっと、袋をね、予約する際はですね、さらに、えー ANA のマイページにクレ,カクレジットカードをね、登録しておいていただく必要があるんですよね。これはどういうことかというと、 クレジットカード番号ですね。ANA のプレ、あの、ホームページに登録、マイページにね、登録しておくとですね、入力をね、する必要はないんですよね。それ以外は、お名前とセキュリティコード、これを入れていただくだけでえ、次の画面に行けるっていう風になりますんで、こちらも後でね、見ますけども、クレジットカードの登録もね、必要って言いたがちになります。で、あとね、3D セキュア対策も必要になります。このね、クレジットカードで決済していただくことになると思うんですけども、絶対 3D セキュアが発 すするんですよね三井住友カードあれば V パスみたいなのが絶対入ってきますよね。それのパスワード、それもね、すぐ入力できるようにですね、えー、準備しておく。またね、あの、カード決済するときにですね、名前入れると思うんですけども、まあ、アルファベットで入れますよね。あれもコピペで入れれるぐらいね、あの、事前準備をしておくとですね、動きが早くなりますので、この点もね、覚えといていただければなと思います。で、次に発見に関してなんですけども、発見方法はね、2つあるんですよね。 発見は二つ。で、一つはね、先ほどから言ってる、ウェブ戦線で争奪戦でね、あの、勝っていただく、えー、っていう方法と、電話発見っていうのがあるんですよね。で、電話発見に関しては、正直ね、あの、ANA に迷惑になると思いますんで、私はね、お勧めしておりません。8時半ぐらいからね、えっ、ー、と、電話してる方は電話してるみたいで、まあ、そこからね、雑談して、 にになったたたら ANA の,方の担当者にね予約していただくみたいなまあ、こういった方もね、多いみたいなんですけども、まあ、私はね、あのー、無駄にね、電話していただくっていうのはね、迷惑にしかならないと思いますんで、まあ、私はね、あのー、利用しない方がいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こちらね、お好みになりますんでね、まあ、利用されたい方っていう感じですかね。まあ、基本的には、ウェブ戦線でね、買っていただくのが、 お勧めっていただきになります。で、またですね、この電話で発見する場合はですね、発見手数料はね、一人2000円ぐらいだったと思いますけれども、発見手数料かかるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。それではね、画面切り替えてやっていきたいなと思うんですけれども、まずですね、ANA のクレジットカードを登録していきたいと思います。こちらまずね、マイメニューから行って、 で、こちらですね、お支払い方法でね、えー、クレジットカードになってると思うんですけども、こちらですね。まあ私はね、あの、マリオとアメックス登録してますんで、マリオとアメックスになっておりますけども、じゃあちゃんと登録ね、えー、されている、えー、必要があるっていうふうになりますんで、登録されてない方はですね、こちらね、確実に登録ね、しといてください。 ではね、実際に予約していきたいなと思うんですけども、まあ、今は、ね、あの朝9時のねあのきっかりになっておりませんのでまあ、あの普通にね予約を見ていきたいと思うんですけどもまずですね往復同じクラスで行きたい方まあ、行きもエコノミー帰りもエコノミー行きもビジネス帰りもビジネスっていう方は、まあ、こちらにですねまあ、これ入ってますけども、えー、成田ホノルル、まあこれでねえー 利用していただければ OK です。で、もしね、クラスを変えたい場合、まあ、行きだけビジネスでいいよ、帰りだけビジネスでいいよ、みたいな。まあ、そういう方は、このね、クラス混在でえ入れてください。まあ、ここでね、日付を入れていただいてえ、検索するっていうのを押していただくと、まあ、あの、クラスがねえ、選択することができるようになります。まあ、エコノミー、ビジネス、ファーストね。まあ、どれかからね、え入れあの選んでいただくわけなんですけども、まあ、それでね、え予約していく感じですね。で、次にですね、ダミー予約をね、先に入れていただくっていうね、 話をさせていただいたと思うんですけれども、これはどういうことかというと、先ほども言った通りですね、予約を変更して、朝9時きっかりね、予約していただくことによってですね、登場者をね、選ぶ。まあ、この手間をね、省くことができるんですよね。ですので、予約をね、ダミーで入れていただきます。で、予約開始日、まあ、 これもね、気になる方いらっしゃるかと思うんですけども、あの、ANA のね、予約開始日っていうのは、登場日を含まない、355日前の朝9時開始なんですよね。で、これはね、あの、覚える必要はなくて、ANA のね、サイトで見ますよね、日付を。で、一番最短で予約できるのは8月の5日になってますよね。これが355日前のね、日付っていうふうになりますんで、登場日を含まないね。ですので、これは覚える必要はございませんので、 朝9時の時点でですね、この日付が8月5日になってれば、これがね、355日前の最短のね、予約できる日っていうふうになりますので、まあ、これをね、あの見ていただければ OK っていうふうになります。ですので、毎日ね、こちら参戦している方が、毎日1日ずつ進んでいくっていうふうになりますので、明日の朝9時になれば、6月、8月6日予約できて、その次の日になれば8月7日予約できるみたいな、まあ、こういった感じになります。まずね、今回はダミーでね、予約を入れていきます。 ましょうで予約入れていきましょう一応来年のゴールデンウィークあたりで入れておきましょうかでクラス混在で入れておきますでまあ、私の場合はねいつも子供と行きますんでまあここもねあの利用される 方でね、入れてください。もし大人2人だったら、ここ2人ですね。まあ、お子様だったらね、お子様のね、入れてください。で、基本的にですね、枠がね、ありまして、えー、スーパーフライヤーズカードの方は、一応ね、4席あるみたいなんですけども、まあ、取れたっていう方ね、なかなか聞いたことないので、まあ、基本的にマックスはね、2席だと思っていただいて、4席とかね、取りたい方は、まあ、22でね、分けていただいた方がおすすめって言いたがになります。では、こちらを。まあ、これまあ、ダミーですね。 はい。で、これも全部空席待ちになってますんで、まあ、ここのクラスはね、何でもいいです。まあ、これ使わないんでね、こんな感じですね。ダミーで入ってます。5月3日。で、両方とも空席待ちになってます。これですね、ここには今ね、ババッとね、あの、載ってると思うんですけども、この画面をね、あの、省略したいから、あの、ちょっともうモザイクかかってますけども、ここの画面をね、省略したいから、このね、あの、ダミー予約を入れていただくっていう感じですね。 では、あの、私とね、子供をチェックして、まあ、ここはね、あの、行く人でね、チェックしといてくださいね。だから、この作業はね、いつやっていただいてもいいです。まあ、あ朝9時のね、前にやってもいただいてもいいですし、電池の料理やっていただいても OK です。 はい。ということで、OK ですね。で、これで、今のところですね、未発見で両方とも空席待ちになってますよね。で、この状態なんで、えー、特にね、お金もかからず、必要枚数も差し引きされません。ですので、これをキャンセルしたとしても、別にね、キャンセル料とか取られませんので、この点は安心してください。で、ここからですね、えー 朝9時の、まあ8時50分ぐらいね、この画面でスタンバイしていただきます。8時50分、まあ8時55分でもいいんですけども、まあこのね、くあの9時きっかりの前にですね、この画面でスタンバイしていただくって言った形になります。で、行きたい日がですね、まあ今ね予約できるのが8月の5日がね、マックスですよね。ですので、8月の5日、5日っていう感じで、もしね、えー、っと、この動画を撮ってるのが8月、 8月の16日の水曜日なんですけども、8月の16日の水曜日の朝8時50分であれば、まあこういった感じでね、予約して、あの予約して待機していただきます。で、今ね、これ同日に入れてますよね。 これにも理由がありまして、なんで同日に入れてるかっていう話なんですけども、本当はね、8月の5日行き、ハワイに行って、まあ帰ってきたいのは、まあ12日、まあ1週間とかあったね、まあ2週間だった19日とかまあ行きたい日があると思うんですけども、仮にね、8月5日に行きたくて19日に帰ってきたい。まあ12日に帰ってきたいとしますよね。じゃあ12日までですね、帰りの便が予約できないってなると、じゃあ12日まで、 あの待っっててるかって話になりますよねそんなこと言ったら8月5日の航空券は絶対取れないですよね。ですので行き帰り両方とも同じ日で検索していただきます。でこの行きですね8月の5日の行きですね行きはこの日に行くんです。 この日に行く。だから、えー、もしね、8月の7日に行きたいんだったら、えー、朝、まあ、2日後に予約の開始日のね、えー、先生にあの参加していただくっていう感じですね。ですので、えー、行きはね、この日で確定するっていうふうになりますので、まあ、行きたい日にですね、まあ、どこになるのか見ていただいて、その日の、あの、予約開始日のですね、朝8時50分に準備していただく感じですね。で、基本的にはですね、1回で取れると思わない方が、 いいです。私もね、一週間ぐらいやって、やっと取れましたんで、あの、慣れもありますんでね、なかなかね、それ通りに行きませんので、まあ、個人的におすすめなのは、もうここら辺でね、撮りたいんだったら、もう、あの、8月入ったらね、毎日練習して、まあ、取れるかどうかやってみるとかね、動きを見るとかね、そういったことも、おす、あの、やった方がね、いいと思います。ではですね、朝9時にきっかりになりましたということで、え、なった瞬間にですね、検索を押します。押します。で、ここもね、えパッパって選んでいただいて、次をね、押してい いただきます行きで,ですね行行ききに関してはこちらねメインで、えー、行く日をね決めていただくっていうふうになりますんで、えー、どのクラスかですね行きたいクラスの空席ありのねところを探します今はねデモでやってますんで全部空席待ちになってますけども、えー、空席ありのところをねチェックしてい、えー、きます。まああこれはねあの 空席、もしね、街になってたとしても、まあ行きたいね、クラスと、えっと、羽田空港で行きたいのか、成田空港で行きたいのか、まあそういう人それぞれあると思うんですけども、希望の便と希望のクラスをね、チェックしていただきます。で、そうするとね,ね、上をチェックすると下がね、チェックできるようになりますんで、ここで重要なのは、この8月の5日の帰りの便これも早押しで決めていただくわけなんですけども、特にね、 こちらはダミーの予約っていう風になりますんで、この帰りの日はね、8月の5日じゃないですよね。ま、先ほど言ったね、12日とか19日とかね、帰りたい日付に変更いたしますので、ここはね、どうでもいいんですよ。どうでもいいとか言っちゃいけないかもしれないですけども、あの、いいんですよ。ですので、空席ありをこっちは選んじゃダメなんですよね。ですので、こちらは空席待ちをね、選んで、探して選んでいただきます。これ空席あり、空席ありで、もし取れちゃったとするとですね、 ハワイの、えー、タッチがね、予約できてしまったっていう結果になっちゃうんで、こちらのね、帰りの便は確実に空席待ちをね、選んでください。空席ありではなくて空席待ちね。まあこれはデモなんで全部空席待ちになってますけれども、9時きっかりにやると、こちらね、結構空席ありになってたりしますので、帰りのところは空席待ちをね、えー、チェックしてください。で、これもね、もう本当にパッ。 っていう感じで、えー、クリックしていきます。そうするとですね、こちらの画面になります。先ほども言った通りね、まあ今はね両方とも空席待ちになってますけども、行きは空席ありで取れたとして、えー、帰り空席待ちになってますんで、あのこっち行きにかあの行きの時に関してはあのカードの支払いとかねありません。ですので、もうできるだけ早くね、これももうできるだけ早く行ってもう空席待ちを入れる。 みたいな感じで予約していただきます。まあ、ここら辺の動作が、まあ、いかにね、早くできるかによって、このね、あの、予約できるかできないかっていうのが決まってくるっていった形になります。で、予約が取れましたということで、まあ、全部未発見になってますよね。はい。まあ、今はね、デモで入れてますし、まあ、行きはね、空席ありで取れたとしたとしても、帰りは空席待ちにしておりますんで、未発見になってると思います。 ということですので、えー、こちらでですね、予約詳細を見ていくと、まあこういった感じで、まあ両方とも今空席待ちになってますけども、これちらがね、空席、えー、取れてたとしても、えー、下がね、空席待ちになってますんで、予約時代ね、完了しない。まあですので、あのー、支払いとかはね、発生しないっていった形になります。で、これがね、まあこれで行きがね、仮に取れたとして、帰りの日ですよね。 帰りの日はね、どうするかっていう話なんですけども、これがね、今取れてるやつですね。ちょっと日付だけはね、あの、伏せさせていただきますけども、まあ、これがね、取れた便になります。で、先ほどと一,一緒のようにですね、予約変更のね、画面に行きます。はい。これで予約変更の画面に行きました。で、今ね、あの、行きの便がね、もう取れておりますんで、行きの方はね、いじる必要はございません。帰りの方ですね。 8月の5日、こちらダミーで入れておりますので、ダミーでね、入れている感じになるわけなんですけども、ちょっとね、先の日付が選べないので、まあこのまま8月の5日でね、検索かけさせていただきますけども、毎日どんどん1日ずつね、進んでいきますので、もしね、12日に行きたいのであれば、この12日にですね、えー、クリックできる日になったら、まあこちらでね、 え、検索していただくっていう風になります。ではね、こちら、まあ、12日だと仮定して、え、朝9時、ちょっと前にですね、スタンバイしていただいて、え、こちらをクリックしていただきます。で、ここからの流れとしてはですね、本当に一緒っていう風になりますんで、もうこの画面になったらね、池はね、もう取ってますんで、池は触らないで、代わりだけ変えていただいて、ポチっていう感じですね。これでね、あの、争奪戦に参加していただいて、で、次へを行っていただくと、こちら、帰りの便っていう風になりますんで、 クレジットカードのね、支払い等々が発生してきますので、先ほどね、カードの番号を入れましたよね。で、3D セキュアのパスワードとかもメモしておいていただいて、名前とかもね、できるだけ入力ね、できるようにしておいていただいて、コピーとかしておいてね。で、すぐね、もうコピペで。 ポチっていけるぐらいのね速さでえ完了ねしていただければなと思いますで 3D セキュアねあのすぐ通っていただいて発券完了になるって言ったがちな流れになりますまあこういった感じになりまして争奪戦としてはですね非常に大変なんですけどもまあ実際ねこれで取れてる方いらっしゃいますのでまあぜひねあの今回はねハワイであのデモでやらせていただきましたけどもまあこれはね355日前あの予約開始になるのはニューヨークでもねどこでも一緒ですのでまあもしね利用されたい っっててていいいう方は是非ねやってみていただければなと思いますそれでは次にですね、郊外の空港に住んでる方は、まあ私はね、羽田、成田ね、あの電車で行けますので、まあそのままでいいんですけども、もしね、行けない方いらっしゃいますよね。ちょっとね、あの、そのままで、あの、最終画面には行くことはできないんですけども、伊丹とかですね、まあ沖縄、北海道、まあいろいろありますけども、もしね、郊外の空港の国内線乗り継ぎね、つけたい場合は、 えっとね、行きはつけることができます。帰りに関してはですね、争奪戦を制覇していただくためにはですね、帰りはね、諦めていただく必要があるんですよね。まあこれは、ハワイからのね、帰りの便が、まあこれ8月の5日の便ですけども、つくのはね、8月の6日なんですよね。ですので、1日ずれるじゃないですか、予約できる日が。まあこれがね、作用してですね、この帰りの便の予約日と、国内線の 乗り継ぎ便これをね、一緒に予約することができないんですよね。ですので、この帰りの便の国内線の乗り継ぎは諦めていただくしかないんですよね。ですので、この点はね、ご了承いただいて、もしね、帰りの便ここ、成田からですね、ご自宅に帰る便に関しては、まあ、先ほども言った通り、まあ、特典で取っていただくとか、スーパーバリューセールとかでね、抑えていただくね、必要があるって言いたはになります。で、このね、あの、 行く日のねこここちらはつ、えー、けることができますこれどうやってやるかというと今成田ホノルルになってますけどもこれをね、えー、北海道とかねあの伊丹とかね変えることができますでこれがですね予約変更していただいてでこちらをですね書い、えー、ていただくこれねデモでやった時にねできたりできなかったりしたんでもしかしたらデスクに連絡した方が 確実かもしんないですね。出たりね、出なかったりするんですよね。これちょっとよくわかんないんですけども。いや、ダメそうですね。はい。これね、普通に、これ空席エコノミークラスしかないじゃないですか。で、行きはもうビジネス取れてますよね。で、しかもこれね、えこれは成田行きで合ってるんでいいんですけど、ここはね、今ビジネス取れてるんで、ここはね、チェックできれば、 あの、そのままね、撮ることができるんですけども、もしかしたらね、私は子供が一緒なので、前やった時はね、ちょっと一人でやった時にね、できたんですけども、もしかしたら子供がいるからできないとか何か理由があるのかもしれないですけども、ここはね、デスクに連絡した方がいいかもしれないですね。この、元々のね、ビジネクラスラックに接続できるピンであればですね、こちらね、まだ未発見なんで、つけることがね、できると思うんですけども、ちょっとこのね、見た感じだとね、できないんで、もしかしたら二人たら、 でやったらダメとかそういうのがもしかしたらあるのかもしれないですねまぁ、あ、この点はね覚えておいてくださいまぁ、あ、未発見なんでね国内線つけることはできるっていう風になりますけれども電話してねやっちゃうとあの発見手数料がねもしかしたらまあ変更だから多分かかんないと思うんですけどねはい。一応ねこの点は覚えておいてください一応ねこちらであの追加することはね一応できましたんでちょっと今はね子供を入れてるんでもしかしたらその関係で始められているのかもしれないですね ということで、今回ですね、ANA マイルで ANA の特典航空券国際線、まあ、ハワイをね、メインで話しさせていただいたわけなんですけども、まあ、どこのね、エリアの特典航空券を抑えようとしても、このね、355日前のですね、争奪戦っていうのは、まあ、同じっていう風になりますので、もしね、ニューヨークとかね、まあ、 どこでもいいんですけども、まあ利用されたいっていう方はぜひね、試していただければな、なんていうふうに思います。まあ実際ね、私取れましたんで、まあできないことはないと思うんですよね。ですけども、まあ冒頭に言った通りね、私は空席待ちを入れて、まあそれが落ちてきたっていうふうになりますんで、まあ利用できるかできないかっていうのはもうその時とそのタイミングにね、よると思いますので、まあこのね、8月のお盆の時期に利用されたいっていう方ね、非常に多いと思うんですけども、まあ個人的にはですね、 ANA マイルで ANA の特典航空券発見していて、ビジネスクラス、ファーストクラス乗りたいっていう方ね、まあ多いと思うんですけども、やはりね、ネイサーチャージ高いので、まあ私はね、エコノミーでね、ネイサーチャージかかんないでね、行くのが、まああの、こちらの動画で、ね、紹介しておりますけども、バージンアトランティック航空のね、あのマイルで行かれるのがね、一番おすすめっていうふうになりますんで、まあここはね、あの、好みが分かれる部分ではあるんですけども、ANA マイルでね、ANA の特典航空券でビジネスファーストでね、行きたいっていう方はぜひね、 参考にしていただければなと思います。で、最後にですね、今回ビジネスクラス2名で私は息子とね、取れましたけども、まあこれね、クラス混在で予約した方が確実にね、取れます。まあ行きがビジネスで帰りがエコノミーとか、まあ行きがビジネスで帰りがファーストとか、行きがファーストで帰りがビジネスみたいな感じで、まあできればね、クラスをいろいろ、あの、混ぜて利用された方がですね、争奪戦にね、勝つ可能性はね、高くなるっていう風になりますんで、まあビジネスクラスがですね、一番、あの、 競争率がね、激しいっていう風になりますんで、マイルがね、ある程度ある方は、ファーストクラスと組み合わせていただくのもね、結構おすすめっていう風になりますし、またね、プレミアムエコノミーとかとね、まあちょっと必要マイルス的にね、プレミアムエコノミーね、もったいなかったりいたしますので、まあエコノミークラスでもいいのかな、なんていう風に思うんですけども、まあここもね、結構好みが分かれますので、一概には言えないんですけども、行きと帰りね、分けていただくと結構ね、取れやすかったりいたしますので、ぜひね、こちらも試してね、参戦していただければなと思います。 ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ